三十、河辺さん、三十七歳男です。パワハラで仕事を辞め。多いね。本当多いね。パワハラで仕事辞めてる人。そんなに世の中にはあるんだね、やっぱ。うん、実家に帰りましたが、家族に受け入れられていないことに気づきました。おい会社に続いて家族にも学生時代の友達や仕事の中にも心を許して話ができる人がおらず、誰一人相談できる人がいません。 マジか、おい。何をしてるんだだ、どうしちゃったんだ誰からも愛されてない自分は死んだ方がいいかなとも考え。またか。また死にてえやつ来たおい。なんでみんな死にてんのんだおい。な、おい、マジか。どうしたらいいでしょうかじゃねえよ、本当に。ちょっとさ、お前ら本当さ、お前ら本当さ、あのー、よく考えろ。お前ら本当さ、 死にたいとかさ、マジでさ、まあ精神的に辛いのもわかるし、苦しいのもわかるし、だけどさ、本当にさ、そんなことぐらいで死にたいとか言うもんじゃねえ。言うもんじゃねえ。マジで。あの、友達がいねえだの、家族とうまくいかねえだの、相談できる人がいねえだ。そんなことで、いや、厳しい言い方だけど、 死にてえとかじゃねえわ。いやな、もう、まあそれも大事に受け止めなきゃいけない時代なのはわかるんだけど、精神的な苦しさをなるべく緩和してとか言ってけど、マジであの、先進国ボケだなって思ってんの、ちょっと半分俺。マジで。もうね、皆さんね、どんだけハッピーな暮らし、 国に生まれてるかっていうことが、まずね、抜けちゃってると思うんだよね。いや、本当にさ、これはさ、海外の話なんか別に関係ないとかって言う人いるけど、でも言うわ。本当にさ、じゃああなたがさ、わかんない。今さ、例えばミャンマーにいるとしてみなさいよ。うん。ほんで、本当に少数民族だったりとかして、 本当に政府軍が、もう本当にさ、弾圧しに来るみたいな、軍隊がもう一般の人も巻き込んで死者を出したりしてるわけでしょそういうところに今生きているって思ってみなさいよ。そんなあの職場でどうこうとかさ、辛いことはわかるけど、それ以前に生きていけるかどうかっていうことが、もう毎日の最大の 懸案事項である人たちが地球上でさ、どれぐらいの人いるかっていう、ーアフリカとかで本当に食料もままならない地域だったり、本当にインドだったりとかさ、まあ南米とかだったりの貧困な地域に生まれて、教育も受けられない、母親も仕事が全くない、父親もない、まあ両親も誰だかわかんないみたいな、ストレートチルドレンみたいなところに生まれたとかさ、そういうことを想像してみなさいよ。 本当に。そこからどうやって生きていくか、本当にドロドロになりながらさ、人が食べてるものを物いしなきゃいけないようなところに生まれる人が、本当に地球上でさ、4分の1ぐらいの人がそれぐらいいるわけじゃない。その上にさ、あの、まだ文化が発達してない国だけで、もう、なんだろう、本当にまだ原始的な暮らしをしてたりさ、本当に田舎でさ、本当に 農耕とか、畜産とか、ぐらいしか、生計に頼る術がないとかさ、まあ、それをできていれば、むしろむ、むしろもう幸せとかさ、本当にまともに仕事がない地域だったりとかさ、そういったところに生まれてる人が地球の半分ぐらいいるわけよ、でその中でさ、さらに上に先進国があって、うん、そのさらに豊かで、安全で、経済、 そんなに苦しむことなくて、みたいな国にさ、もう生まれてるってことをさ、一回、一回、もっと感じた方がいいと思いますよ。うん。でももう誰からも愛されてないっていうのはさ、要は、あるがままの自分でいて、そうなっちゃったわけでしょだからそれで人生が辛い、死にたいっていうのは、俺はね、まだ、 ちょっともう一つ努力が足りないんじゃないかなってちょっと思っちゃうんだよね。厳しいだけどさ、俺らだってさ、本当の素の誰にも気を使わない自分で人と話すなんてことほとんどないですよ。誰と喋るときも、スタッフさんと喋るときも、マネージャーですら、メイクさんですら、友達ですら、嫌な気分にさせないためにどうしたらいいかな自分はこう思ってるけど、 それは引っ込めた方がいいかなって。この人が楽しい気分になるにはどういうおしゃべりしたらいいかなスタッフさんがみんな和やかにできるためにはどんなふうにしゃべったらいいかな共演者の人がリラックスしてできるためにはどんな話しかけ方したらいいかなって気遣いながらやってんのさ。それはさ、誰のためでもない自分のためなんだけど、でもさ、人から愛されたり、さ、家族から愛されたり、 周りの仕事を現場の人から愛されたりすることが、ただただ与えられるものだなんて思ってないんだよ、一つも。俺もそうだったから、ほら、親からさ、本当に一緒に暮らしてもらえなくて、子供の時代を過ごしてるから、愛されることなんかが当たり前じゃないんだよ、全然。なんとか努力して、たくさん努力して、人の表情を見て、 嫌な表情してないか、自分が感じ悪くないか、自分の努力足りてるか、知識が足りて会話が楽しいことになってるか、そういったことを本当にさ、未だに気遣ってるよ、俺。それでやっとさ、いろんな人がさ、ああ、あの人、あの、楽しい話してくれる人だとか、役に立つ話してくれる人だと思ってくれる人が少し増えて、それでもさ、竹そう感じ悪い嫌いっていう人がさ、世の中にたくさんいて、 ね、あのツイッター開きゃ武そう気分悪いチャンネル変えるみたいな人もいるしそれはさ俺ら傷つくさ愛されたくてやってる仕事なのに、うん、なツイッターの文章とかさ訳わかんない切り取りのネットニュース見られてさなんか感じ悪いとこだけ切り取られてその前後のさ思いやりとかの言葉とか全部切られてさ、うん、悪いこと言ってるみたいな記事書かれてこいつクソだとかさこいつ人間のクズだとか言われるわけじゃん。 もう本当に顔も知らねえような、もう何の関わりもねえようなやつから嫌われてる状態とな、ね、あの、もう苦しいと思うけど、俺はもうそれ以上にさ、自分の周りにいる人とか、自分の近くで仕事してる人たちとか、そういった人たちに、あの、きちんと愛されたいと思って、あの、楽しい人だ、素敵な人だって思ってもらえるように、ずーっと努力してるから、 俺もそんなことぐらいで死にたいなんて言ってるのに、俺はあの、同情できないし、うん。本当にあの、ただただ、かわいそうだね。頑張るんだよっていう言葉をかけたくないんだよね。死んだ方がいいかなじゃねえよ。死んだ方がいいなんてことあるわけねえだろ、つっ,ってんの。本当に。もう、 まあ苦しくてつまんなくて、もう人生に何の希望も持てねえって言うんだったら、あんたの自由だけど。あんたの自由よ。生きようが死のうが。それは俺に何も言う権利ないよ。知らねえんだから、誰かも知らねえんだからさ。だけどさ、俺らだってさ、ただただ愛されてるわけじゃないぜ。マジで。うん、有名になりゃなるほどさ、嫌われる人も増えてさ、 気遣わなきゃいけない場所も増えて、どんどん自由になっていくと思ったら、そうじゃないんだから。ずっとそれを、街歩いてる時だって、ちょっと不機嫌な顔してたりとかさ、なんかおとなしくしてるだけで感じ悪かったって言われるんだぜ。だ全然知らないやつに話しかけられたって、おはようございますっつって、どうもありがとうございますって言って、爽やかにしてなきゃさ、竹井壮に声かけたら、マジで感じ悪かった、潮対応。 あいつやっぱりダメだとかさ、書かれんだぜ。全然知らねえやつだぜ。職場も一生でもない。何のミスもしてないのに。ただ普通のテンションで歩いてて、あ,あ、どうもって言っただけで、あ,あ、どうもだけかいって思われたりするんだぜ。そんなレベルだよ。有名人とか芸能人って。思わねえ。だからそんなのをさ、なんとか、でも見てもらった人とか、身近な人だけには、武井さんって素敵な人だったとかさ、 うう爽やかでいい人だったとかさ、そう思われ、思ってもらえたら、自分のお仕事が広がるし、信用が広がるし、と思って自分のために頑張って、一言一言選んで喋るしさ、みんな誰もが、誰もがプラスになるような発言をなるべくコメントでもしたいと思ってるし、だそれはなるよりもそれがやっぱり自分の幸せのためだからと思って、今、未だにずっと努力し続けてる48歳になった未だに。 うん。しかも37歳の時の俺なんかさ、誰も俺のことなんか知らねえ素人でさ、それでも芸能界に入りたいって言って努力してた時期だから、もう俺はわかんない。なんかパワハラは悲劇だったと思うし、家族に疲れてないとかさ、仕事なんかコロコロ許し,して話できる人がいないっていうのはさ、いないんじゃなくて作ってこなかったわけでしょうん。だからそんなことでもう死にたいとかの話じゃねえよっていう、 まあごめんね、厳しくしちゃって。うん、でも俺だったら、そんな状況で誰も知り合ってる人がいないんだったら、心寄せる人がいないんだったら、心を許す、許してくれる人を作る努力をまずするだろうなって思います。マジで。でも、それでも本当にしんどいんだったら、あなたの自由ですよ、本当に。まあ、治療を受けるでもいいし、精神的な治療を受けるでもいいし、ケアを受けるでもいいし、 なんかもう最悪ね。もうそれもめんどくせえって言うんだったらあなたに任せますけど、まずはその愛してくれる人だったり、自分のことを気に入ってくれる人、自分と時間を一緒に過ごしたいと思ってくれる人を作るためには、どんな風に人と接したらいいのかっていうことを真剣に考えて試して、ダメだった、ああ、この人とはうまくいきそうだとか、そういったことを山ほど経験して、やっぱり本当に気の合う仲間だったり、あ こいつって俺にも気遣ってくれてて嬉しいなと思ってくれてそこから仲が深まるってことをどんどん増やしていったりとかそういう風うにしていかなきゃいけないと思いますよ人間関係なんて素の自分だけで全部が全部うまくいくなんてこと俺絶対ないと思いますよ後から素の自分が出ても許してもらえるっていうことが生まれるんじゃないかなって俺は思ってるんで今までこいつ俺のことをいっぱい考えてくれたし俺が 楽しい思いするように喋ってくれたし、辛い時とかも声かけてくれたしとか。だからその後素が出て感じ悪い時も、ああ、こいつ今嫌な感じだけど、俺が嫌なことしたのかなとか、なんか嫌なことあったのかなって,って、いつもいい奴なのな、こいつって思って許せるとか。それをそんな信頼感がないうちにぶっつけて、なんだこいつって思われてるうちは、そんなの人間関係じゃないからさ。うん、ただエゴをぶつけただけだから、 それは全然スタートもしてないだけだと思うんだけどな。厳しいかな。俺の言葉が厳しかったらさ、チャットでみんなさ、慰めてあげて。気持ちがわかる人。俺はそういう生き方してきたから、そういうアドバイスしかできねえんだわ。ごめんな。